がこうしっかりとついてですね。で、あの神様の化身とかですと、神様がおじいさんに化けて出てくるということであれば、この口のひげとかもあんまりなく、少しを描いたりとか、図柄はちょっと違いますけども、こんな形でですね、こう吐くで、萌木だ。して、あやさんにリシャメンを、ちょっと違うのは、
どう表現するかっていうのがすごく重要になってきまして、そう負けた戦はすごく情報を込めて演じれば意外とその皆さんの共感を得られるんですね。負けてしまって悲しい、そういう感情は多分皆さんも感じられると思う、簡単に感じられると思うんですけれども、勝ち知らっていうのはその勝ってその勝ったありさまを見せるっていうのはすごく難しいことで、その屋島のストーリーは、まあ、春の頃です。そして場所は四国の今は香川県ですけれども、さぬきの辺って書いてありますが、屋島の裏というところで始まります。義経の幽霊が登場して、まあ、
その弓流しの有様だったりとか、まあ、とにかくそのさっきも言いましたけれども、どんな出来事があったかっていうのをすごく具体的に、その物質の幽霊もそうですし、その前しての老女婦がも語ります。そういう有様を、表現して、で最後には、まあ、ちょっと僧侶もなんか幻か夢かわからない状態で、いつの間にか朝になっていて、物質の姿もいなくなったというところで感じます。夢か幻か、本当に自分も起きてるか起きてないかわからないぐらいのつもりでいて、でその、まあ、そのはっきりしないっていうのが、ところ、まあ、ちょっと無限度っていうのをすごく説明するのは難しいんですけども、その曖昧な世界、妙な空間の世界を無限度は表現しているというふうに考えていただきたいかなと思います。ひい先生、補足と、あとその歴史のことをお話しいただきたい。ありがとうございます。今、のりかさんが話された中で一番重要なことが、はい、皆様ご想像いただきながらご覧になっていただきたいですね。あの能というのは、室町時代に出来上がりました。舞台上というのは、何かこう後ろの背景がこう変わったりとか、それからなんか月が出たといったら上からこう月の何かこう描いたものが出てくるなんていうことがあるんですね。それとも全てそれを省略して、で、この舞台上で演じられているものというのは表現の核となる、真になるんですね。でその真にならない、その例えば情景だとか登場人物の心情というのはどうしたらいいかと言いますと、お客様が思い描く、想像しながら見ていただく。ですから、私たちがお客様がいない中で演じるということは、まあ、あの例えば NHK の撮影などの時などはあったりしますけれども、ですからやはりこのお客様がいらっしゃる中で、お客様と共に脳を作っていく、お客様がこう何か思い描きながら私たちをこう、見てくださる。それに対しまして、私たちが、まあ、もちろんその何かこうするわけではないんですけども、お互いにこう雰囲気を作っていくということが対応では大切かなと思います。ですから、まあ、お客様あのですね、もう一緒になって脳を作ってるんだというふうな思いで見ていただけるといいかなと思いましたけど、八島の合戦というのは、じゃあ歴史上はどんなような経緯で進んできたかということをお話しさせていただきます。八島の合戦というのは、その源平合戦ですね、の中の一つの戦いなんですけども、一の谷の合戦の後の話でございます。一の谷の合戦というのは、皆様ご存知の源義経が、奇襲攻撃を兵士にか、兵器にかけまして一の谷で、大勝利を収めたという合戦です。ただ、まあ、その後の話なんですけれども、この八島の合戦と、合戦が始まるまでの背景の話、一の谷の合戦の後、まあ、そのままこう一気にこう兵器を落とすかと思われたんですけども、ここはやはり平家もですね、さすが部門でございまして、本拠地を、香川県八島に置くわけです。今は八島は切り崩れになってますけど、その時は、この島になっておりました。で、源氏はなかなか攻めることができます。なぜかと言いますと、源氏はずっとこう陸地での戦い、騎馬戦ですね、そういったものが、得意でございました。かの一の谷の合戦も、その急な斜面を義経が馬に乗ってこう駆け下りたことによって奇襲を成功させました。しかし海野では、平家リーダーパンですね。なぜかと言いますと、平家は、長い間日宋貿易で、培った海軍術、船を操作する技術でもありました。だからそれを持ちまして、水軍、今でいう海軍を持っていました。で屋島に日本拠点を置くとなりますと、現地は、船を伝って攻めたと。海軍を持っていない源氏はこう手をこまねいておりまして、休戦状態となってしまいます。船を操る術がなかった源氏ですので、その水軍がなかったんですけども、船を借りています。そしてこう船で少数精鋭で八島の背後に、行きまして、奇襲をかけようとする義経の計画を立てるわけなんです。そこで船の出港する際に、この今はこの
モーターがついているんですけども、その当時は手漕ぎでございます。で、そこにですね、まあ炉が2つついておりました。前に進むための炉と、それから、後ろに進むための炉というのがですね、この後ろに進むための炉のことを坂炉というんです。坂炉ですね。で、義経はこの坂炉というものを、常につけることを嫌ったわけです。なぜかと言いますと、その坂炉をつけることによって兵士の士気が下がってしまう。要は、退却しても退却することができるというその精神的な、その面でですね、兵に負けてしまう。これから少数精鋭で奇襲を持てないというふうなことで、やはりこう自分たちもこう、はい、隊を立って攻めるんだというふうなことを主張するわけです。今、能面はですね、朝倉城という能面を書きました。で、ですね。で、まあ、どういう特徴があるかといいますと、まあ、胴体ではあるんですけれども、ヒゲがこうしっかりとついてあるんですね。で、神様の化身とかですと、神様がおじいさんに化けて出てくるということであれば、この口のヒゲとかもあんまりなく、前にこう少し描いたりとか、後の方ですねは、エルタという能面をつけるんですけども、主題としました他の曲などでは、こういった少し顔が茶色というか赤みがかったような表面を使います。なんで八島に関してはこういう白い、表情、まあ白い白兵多分白兵多分多いんでしょう。なんで白い表情と言いますと、義経という人 の, その品格というものが、あるんだと思います。知らせる機能、それをこう非常にこうもう修理もいくつもされており、何箇所もされてまして、とてもいいものなんですけども、古くてもなかなか使えないものなんでしょう。じゃ使えないからといってそのままこれをしておいていいのかというわけではないですね。こういったものをどういうふうに次の世代に残していくかというのは、これと同じものを作って、次の世代にこう渡していくという形で、図柄はちょっと違いますけれども、こういうふうな形ですね。こう吐くで、萌木段にしまして、綾杉に毘沙門を頂点に、ちょっと違うのはこれ袖のところの幅を見てください。こちらの方が幅が一つだったら広いですね、うち狭いですね。でこれを作ってもらった長寿屋さんに聞いたんですけども、こういったのというこの幅の広いのというのは江戸時代の頃にこういうふうなものが流行ったようでみたいな。ですから、その江戸時代はこういうふうに一つの幅が大きくてダイナミックな、図案になってたんですけど、今回は半分にしました。なぜかというと、これ八島の方の幅がですね、片方を右袖で脱いだんですよ。その時に脱いだ時にこの均等になってた方がよりこう図柄として良いのではないかな。なんかこういったダイナミックなものもそのまま写すというのもあるんですけども、やはりこう柄を変えていく、写すという作業は能装束でもあるんですけど、先ほど申しましたように、八島の合戦の後、その、八島は平家を滅ぼしますけども、次は頼朝との戦いのことで、もう追われてしまう。で、地獄に落ちて、で、地獄で苦しい神様を
動くで戦い続ける日々を送っていたんですけども、八島の方では、その八島の地にですね、お坊さんがやってきて、でそのお坊さんと、お坊さんがやってきて、でそこに惹かれるように地獄から、吉宗の幽霊がこう引き戻される、まあ、要は地縛霊ですね。地縛霊があのお坊さんの前に現れて、そして、八島の物語でした。で、お坊さんがこの矢をしてますと、地獄からその地獄で苦しんでいる義経が、幽霊が現れました。そして昔のことを物語ですけども、夜明けとともにまた、幽霊は消える定めでございます。また地獄へと戻って、でその地獄へ、落ちた時の地獄での有様を今から お願いします。そうやって終わりであれば、生前何度も戦ったことがあるから、その、戦い方はよく知っていた、それこそ、思い返すことができるのは壇の裏での戦いである。その船戦、今は早い、その船戦というのは、今は早い、陸に帰る力士に、その生前 その戦場に戻ったかのような落ちがする。で海山一同に浸透し、海も山も壇の裏の戦いでは、浸透しておりまして、船から聞こえるのは徳の声が聞こえている、名言は時の声、そして宇賀からは、波の旅、波で、月に知らぬは剣の光、後ろに映るのは兜の星の影、そして、水や空空雪もまた雲の中で、打ち合い差し地獄、ここでこう見えない形は見えませんけども、打ち合い形で人ですね、差し違えと、こういった船戦を壇の裏では壇の裏で戦っているかのような戦いを地獄ではしている、で雪沈むと見えておりましたけれども、春のような波より明けて、春の夜はですね、開けていくわけですね。で、どうしてこっちの方を見るかというと、能の舞台上を感じるではですね、こちらの方角を東の方角なんです。で、東の方角にはですね、白が向きまして、だんだん朝になってくる。春のように波より明けた。で、敵と見えておりました、形と見えていたのはですね、群れいる雲、その八島の古戦場でこう群れている雲でした。で時の声と聞こえていた、その真っ白その戦いの声と聞こえていたのは裏風でやって、この八島の裏を、に吹きつける風の音であった。高松の朝嵐小僧に行けると、でその、先ほどの、島の合戦というのはもう昔の過去のことになってしまったと。で、明け方になってその古戦場が、お坊さんの目の前に広がるだけの、世界に戻ってしまったというような、そういう場でございます。では、最後のところ今日の修羅の仇を出す波の殿神の狐とや荒者の者しや手紙を知りぬ思いぞいずる壇の裏
今日はありがとう。